豊かな海の生き物豆知識クイズ。第1問。タッチプールなどでも出てきたカワハギですが、小さい時は素敵なお家に住んでいます。そんなカワハギが小さい時に住んでいるドリームハウスは次のうちどれでしょう。1番貝の中、2番クラゲの中、3番土の中。余った。これどれかだぞ。これ、うん、これ 1,2,3 のどれかだぞこれ、はい、どれかです。どうも、魚のお兄さん、かわちゃんです。さあ、お魚クイズ、カワハギくんのお家は次のうち一体どれでしょうということでしたが、正解発表です。カワハギくんのお家はこちら、クラゲの中なんです。カワハギくん、小さい時はですね、大きなクラゲの中に隠れて生きています。というのも、クラゲのピロピロとした糸のような触手には毒があって、大きいお魚はカワハギくん食べたくても食べられないんですね、毒に守られて。カワハギくんは小さい時にはそのクラゲに守られて生きているという、それですくすく大きくなって、ありがとうクラゲくん、僕を守ってくれて、そしてどこに行くかと思ったら、こちらくるっと回ってクラゲを食べちゃうという。カワハギくんはですね、大きくなった大好物がクラゲなんです。小さい時あんなに守ってくれたクラゲをバクバク食べるというね、もう恩知らずと言いたくなるような可愛い習性でした。カワハギくん、実際タッチプールで触った子はわかるかもしれませんが、ちょっとザラザラしています。他の魚と違って、こう小さい鱗に覆われてないので、ピッと線を入れるとビリビリビリっと服を脱ぐみたいに皮が剥げちゃう、皮が剥げるということから名前がカワハギとなったそうです。続いて第2問です。瀬戸内海編ではタコがよく出てきましたが、うん、そんなタコ、実は心臓が3つあるんです、ただここで問題です、はい、それではタコの脳はいくつあるでしょうか。1番1つ、2番5つ、3番9つ。さあ、どれでしょうか。静かに相談ね。さあ、皆さん分かりましたか。タコの脳はいくつあるか。正解はこちらです。9つもあるんです。正確に言うと、人間でいう脳みそっていうのは本体頭部に一つしかありません。ただ腕や足、あの8本それぞれが独立して動くことができます。例えばペットボトルとか瓶の中にタコが入っても、その瓶のキャップをくるくる開けることができたり、とっても賢い生き物なんですね。心臓は3つあるし、血は青色だし、どんだけすごいの、まさにエイリアンじゃないかってそう思うんですけど、弱点もあります。それがこちら、メンタルが弱めということで、タコはですね、実はちょっと臆病で、ちょっとしたストレスがあると自分の足をパクパクパクと食べちゃうそうです。人間も爪を噛んじゃったりしますよね。タコは自分の足を食べちゃうそうなんです。まあ、もしかしたらそれだけ美味しいのかもしれませんが、明石のタコは本当に美味しいんです。なぜ美味しいかというと、明石は水流、潮の流れが速いので、しっかりと地面にこう掴む。そのためにタコはマッチョです。腕がちょっと短くて太くなっています。その分歯ごたえも良し、旨味も濃い、なんて風にも呼ばれております。兵庫県の皆さんは美味しい明石のタコを食べてください。最終問題です。よし。日本海編ではカニも見ましたね。さて、そんなカニですが、世界一大きいカニはタカアシガニと言います。そんなタカアシガニ、足が長すぎて起こる残念なことがあるんです。それは何でしょうか。1番、足が折れやすい。あ、なるほど。2番、脱皮に失敗する。3番、大きすぎて敵にすぐ見つかる。あ、なるほど。さあ、答えはどれでしょうか。皆さんお考えください。いや、どれもありそうですけど、脱皮するの。脱皮するんですね。カニって知らんかった、うん。さあ、正解発表です。
カニはカニでも世界一大きい、手を広げるとなんと 3.8 メートルもあるタカ足ガニ。足が長すぎて起きてしまうこととは、脱皮の時にこんなことが起きます。こちら、足が長すぎて脱皮しようと思ったらなんか引っかかっちゃって途中で死んでしまうでした。足が長すぎるとですね、大きくなるにつれ脱皮の難易度が上がります。僕たち人間と違ってカニとかエビは脱皮、一皮ずつ剥けることによって大きくなります。その時敵に狙われやすくなったり、あと脱皮がね難しくなったり、そういったところでですね、海の生き物はいろんな試練があるわけですね。タカアシガニ、スーパーモデルみたいに足が長いんですけど、これを見ると母ちゃん思います。ああ、足短くてよかったな。そんなクイズでした。